靖国神社落書き放尿事件の中国人。自首するつもりない。あなたたちが先に反省すべきだ。に批判殺到。内容はこちら。靖国神社を怪我した中国人が、反省どころか、とんでもないことを言い出しているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。落書きをしたという男は、理由は一つだけだ。日本に核汚染水を排出してほしくない。私の最終目的だ、と述べ、福島第一原発の処理水の排出を止めるために、日本人が一番注目する靖国神社に落書きをした、と認め、自首よりあなたたちが先に反省すべきだ。自首など考えもしない、と主張した。男は中国に戻った後に、公安などからの取り調べは受けていないとしています。ふざけてるの。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いやでも、それと靖国は関係ないし。なんで抗議でトイレって書くんだよ。抗議のために立ちションするって発想が、いかにも中華だよね。宗教政府に見合った国民性で草。中国では彼を義士だって。落書き一つで英雄になれる国。中国は未だにこんなことで喜んでるんだからな。中国人の民語の低さ、下劣さが広まっていいんじゃない？こんな人たちと仲良くできるとは、到底思えませんよ。次はこちら。事故ってもいないのに、福島以上の処理水垂れ流してるお前の祖国の原発はどうするんだよ。じゃあ中国政府にも言ってくれ。日本の100倍以上のトリチウム垂れ流してるぞ。せっかく取材に応じたのなら、中国の原発が処理水を排出していることについてどう考えているのかも聞けばいいのに。犯人の一方的な言い分なんぞ聞く暇があるんなら、メディアはリズメで中国の原発処理水について聞けよ。トリチウム排出量。日本福島第一原発22兆ベクレル。中国台山第三原発143兆ベクレル。まずは中国政府に物申すべきですよね。次はこちら。やり逃げ成功されてますし、俺らの負け。日本の警察、中国人を故意に逃がした説。前科者を入国させた奴がバカでしょ。完全に舐められてるな。これを放置したら、次は集団でやってきて、調子に乗って境内全体をめちゃくちゃにされかねないぞ。このままだと、靖国神社を汚す弾丸旅行が流行るぞ。すでに模倣犯が出没していますからね。大問題ですよ。最後はこちら。中国人観光客の入国条件を厳しくしろ。これは日本政府の問題。中国人を大量に日本に入れた岸田のせい。中国で日本人が同じことをすれば、スパイ容疑で間違いなく逮捕されるだろう。日本政府、警察機構が甘すぎる。だから中国に舐められるのだ。これについて、政府として何も言えないのが情けない。もっと世界的に味方につければいいけど、岸田じゃ無理か。利用できる便利な道具にしか思われてないし。問題は、これに対する日本政府の対応だよ。靖国神社を怪我されたというのに、懸念を表明し、注意喚起を要請するだけの日本政府。だから舐められるんですよ。結論。中国人による靖国神社の石柱への放尿からの落書きという侮辱行為を受け、日本政府は外交ルートを通じ中国に懸念を表明し、注意喚起を要請するのみで終了。こんな生ぬるい対応ばかりしているから中国人に舐められるのです。現に犯人は中国で英雄として称えられ、すでに模倣犯が出没しているようですからね。日本政府の誤った対応により、今後靖国神社がさらに怪我される可能性は高いと思います。とにかく、今回のような事件を二度と生まないよう、国と警察と入管は、しっかりとした対策を講じてください。お願いいたします。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、
質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。